どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、ワンちゃんに嫌われやすい人が無意識にやっていること3選ということでお話ししていきたいと思います。どうしても私たちって、まあ、無意識と有意識ってあって、まあ、考えてやってることだったらやめることができるんだけども、無意識ってなかなか難しいよねと思っていて、でもワンちゃんたちになんかちょっと嫌われやすい人ってちゃんと共通点があると思っていて、で私たちもね、ワンちゃんに対して安心とかね、やっぱり安全とかね、そういったものを提供していきたいんだけども、もしかしたら私たちのせいでワンちゃんたちが不安になってるってなったら本末転倒ですよね。なのでぜひね、嫌われ安い方はね、もしかしたらそういう状況ってあるのかなって思ったりすると、ぜひ今からでもね、ちょっとずつ直していただけたらいいんじゃないかなって思います。まず一つ目、不安になりやすいということで、これね、非常にわかります。ワンちゃんたちって口も聞けないからついつい不安になっちゃうんだよねっていうのがあるんじゃないかなと思っていて、で一つはワンちゃんに対して不安になりすぎちゃう方っていうのは、なんかワンちゃんに対してこう、なんだ、依存的っていうか、まあワンちゃん一頭にフォーカスが当てすぎみたいなところって結構あって、他にも自分の中で何か趣味とか、もっと言うとやらなきゃいけないことを作っていくとかなり違ってくるんじゃないかなって思うのが一つと、あともう一つが、ある程度運動をとっていく、自分たちもですね、ワンちゃんのお散歩だけじゃなくて私たちの運動をとっていくことによって、ワンちゃんたちに対してやっぱりね、寛容に付き合っていくことができるんじゃないかなと思いますので、どうしても不安になったりするとイライラすることも増えていくんじゃないかなと思いますので、ぜひね、なんかワンちゃんに対して心配で心配でしょうがないのよっていう方の場合は、とにかくね、まずはね、性格なんですっていうのも言いたい気持ちはすごいわかるんですけども、一つは運動してみるっていうのと、あとは自分でもね、気分転換、他に何かね、趣味みたいなものを見つけてみるっていうのもすごい大事なんじゃないかなって思っております。2つ目ですね、2つ目が構いすぎね、構わないのも嫌われるんだけども、構いすぎも嫌われるっていうね、良かれと思ってやってあげてることがっていうのでよくやっちゃうんですけどね、ワンちゃん好きっていう方なんか特に多いんじゃないでしょうかね。何かにつけ、なんかワンちゃんに対してとにかく抱っこしちゃったりとか、近づいたりとか触ったりみたいなことを頻繁にやりすぎてしまうと、ワンちゃんたちからすると逆にちょっと嫌になっちゃうと離れちゃうことが多いんじゃないかなと思いますので、人もワンちゃんも一緒ですね。いくら相手が大好きで一緒にいたいって言ってもそっとしてほしいタイミングっていうのはあるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そこの部分は気をつけていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりワンちゃんたちもね、お互いに一緒にいて、楽しいって思う時もあれば、なんか一人になりたいっていう時は動物としてあるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ワンちゃんが一人でいられる時間を作ってあげたりとか、一人でいたい時にはいられる場所を作ってあげるっていうところも、しっかり考えておいてあげて、そっとしておいてあげられるのも思いやりの一つだと認識していただけたらいいんじゃないかなって思っております。3つ目ですね、3つ目がその逆で、長期ほっとかれる、まあ、お留守番とかが多いんですけどね、やっぱ長い時間ほっとかれちゃったりすることによって、ワンちゃんたちも特に、ね、エネルギーが溜まったりすると何が起きるかっていうと、飛びついたりとかね、吠えたりとかが多くなるんです。で、皆さん飛びつかれたり吠えたりすることが多くなったら対応どうなります？なんかめちゃめちゃワンちゃんに対して優しくなるっていう人って少ないんじゃないかなと思っていて、どうしても飛びついたりとか噛んできたりとか吠えたりが増えてくると叱るっていうことが多くなっていくけども、そうするとワンちゃんと一緒にいる時間がコミュニケーションになるから、叱るコミュニケーションがほとんどになっちゃうと、ワンちゃんたちもね、どんどん言うことを聞かなくなってっちゃうか、逆に人と離れてっちゃうのか、どっちかになっちゃうんじゃないかなと思うので、やっぱりね、ワンちゃんとの付き合い方っていうのは何事もね、ほどほどがいいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、極端にうちなんか嫌われちゃってるなっていう方はね、見直していただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、他にもね、ワンちゃんがなんか嫌がることだけをしなきゃいけない方だったりとかね、よく多かったりするのが、なんか旦那さんだけはなんか爪切りさせてくれるからって言って、なんか抑えてやったりとかで、他は全部奥さんに任せちゃうみたいな、なんか嫌な作業だけ受け負う人いると、その人だけねちょっと反応が違ってきたりすることもあったりしますね。何でもやっぱりね、程よくやっていくのが一番いいんじゃないかなと思うんですけど、あとですね、爪切りとかもね、すごい嫌がったりとかする子もいるんですけども、やっぱりそれをね、私たちがやるんじゃなくって、本当はね、誰か別な方、プロの方にやっていただいたりすると時間も短くて済むし、我々もね、嫌がってるワンちゃんに対してやらなくていいから、嫌われたりするきっかけも減るんじゃないかなと思いますので、うまくですね、ワンちゃんとの付き合い方調整してやってみてはいかがでしょうか。はい。